こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは油絵の具で画用紙に絵を描く方法です。普通油絵の具で画用紙に絵を描いたりしないと思うんですけど、なんで紙に描くかというと、紙はキャンバスより多分安いし、たくさん描きたいという人は経済的にもいいんじゃないかと思います。それからもう一つは、水彩画用の額に入れるのが簡単になります。最近私はキャンバスを剥がして水彩絵の具用の額に入れてたんですけど、なんかキャンバスこうやってシワになってきちゃったりするので、紙の方がそういう風にするにはいいんじゃないかと思います。で、今日はこの紙に油絵の具で絵を描いてみようと思うんですが、この紙にこのジェッソを塗っていきます。このジェッソはあらゆる絵の具の下地剤ということで、私はこれをキャンバスに塗って油絵の具で絵を描いたりしています。ジェッソを塗る理由は、油絵の具を直接紙に描くと油が染みてきてしまうので、この下地剤のジェッソを塗って紙を保護するという感じですかね。でキャンバスに3回ジェッソを塗れば油絵の具で描くときに十分なので、紙にも3回ジェッソを塗れば十分なんじゃないかと思います。というわけで、ちょっと紙にジェッソを塗っていこうと思います。まずはこういうボードを用意します。このボードは何でもいいです。で、これが描く画用紙になりますが、ここにマスキングテープで留めていきます。で、止まったらジェッソを塗るわけですが、キャンバスに塗る時よりもそんなにジェッソはたくさんいらないはずです。これぐらいあれば十分。いつもはやらないんですけど、今日はジェッソの色を混ぜて塗り残しがあるかないかどうかが見えるようにしていきます。まずほんのちょっと黄色を混ぜました。ジェッソには水とか混ぜないでそのまま塗ります。キャンバスに塗るのに比べてすっごい簡単です。1回目のジェッソを塗ったので、これを乾かして乾いたら2回目のジェッソを塗ります。キャンバスに塗るのに比べて紙はもうあっという間に塗ることができました。キャンバスだとすごいジェッソを吸うので、特に1回目のコートを塗るときはすごい時間がかかります。では乾くまでちょっと待ちます。それではジェッソが乾いたので2コート目のジェッソを塗っていこうと思います。今度はグリーンをちょっと混ぜていきます。で、2回目のコートが塗り終わりました。で、これが乾いたら3回目のジェッソを塗っていきます。2回目のコートが乾きました。なんかちょっと塊を剥がしたらちょっと黄色いのが見えたんですけどそのために3回コートを塗るわけです。なんかキャンバスに塗る時よりもムラがないような気がします。キャンバスってこうやって網目なんで結構塗り残しがあるんですけど、紙に塗った場合って塗り残しがありません。では3回目のジェッソを塗ります。今度はちょっと青い絵の具を混ぜました。ではこれを乾かして3回目のコートなので、次は絵を描いていきます。3回目のジェストも乾いたので、ここに絵を描いていきます。
絵が描き終わりました。これは美しいネイルというタイトルをつけました。早く乾かすメディウムを入れたんですが、とりあえず何日か置いて、それからこのテープを剥がそうと思います。まあ大丈夫なのは分かってるんですけど、ちょっとこれを剥がして裏側を見てみたいと思います。メディウム入れたんですけど、1週間置こうと思います。1週間が経ちました。これもすっかり乾いています。ということで、このテープを剥がしていきます。テープを剥がすときに、こっちにこうやって引っ張ると絵が描いてある部分が一緒に剥がれちゃう場合があるので、絵が描いてる方じゃなくてこっち側にこんな感じで引っ張ってあげると綺麗に剥がれます。これですね、こっち側に引っ張らないでこっち側に引っ張ります。こんな感じで剥がれました。すごい厚みが出ています。なんか紙っていうより絵の具って感じですね。で、裏側ちゃんとジェッソを塗ってあるので裏側も全然大丈夫です。で、このテープを貼って絵を描くときなんですけど、テープを貼った部分ですね、この部分がなくなってしまいます。私はあんま気にしないんですけど、このテープ貼った部分っていうのは剥がれてなくなってしまう部分になりますので、この部分が削れることになるので、それが嫌な人はここが剥がれるって書くときに分かっているといいと思います。というわけで、今回の動画は紙に油絵の具で絵を描く方法でした。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。